ご苦労様です。どうも。皆さんは？ああ、稽古場で張り切ってましたよ。今はどうか知りませんけど。そうですか。それはよかった。よかった。皆さん、はじめはギスギスしてたというか、信用し合っていないような。仕事ですから、所詮は他人です。私もそういう信用するとかどういうの苦手ですから。ではなぜ舞台を？舞台は一人では作れません。演者さんや裏方さん、たくさんの人が集まって初めて出来上がります。舞台上にいるのが自分一人でも、照明さんを信じてライトを浴びるでしょ。衣装さんを信じて当日を迎えるでしょ。相手を信じて芝居になる。自分のことしか信じていないなら舞台には立てないはず。もちろん自分を信じることは大切です。しかし人を信じないと。私だって昔はこうじゃなかったんです。聞かせていただいてもよろしいですか？さっきの稽古場の話、どうせ聞いてたんです。私ね、人が苦手なんです。距離感っていうんですか、仲間意識とか、そういうの苦手なんです。昔からそうなんですか？2年前、映画の撮影で山梨へ泊まり込みにロケに行ったの。大部屋でみんなで抱っこ寝して24時間ずっと一緒。もうすごく楽しかった。出演者やスタッフさんたちがみんなで一つになって、信じ合える仲間たちで一緒に一つの作品を作ってるんだなっていう感じがして、本当に楽しかった。あの映画ですか、オスカー作品の。でも主演は違う方では。その仲間の中にね、私に好意を持ってくれた人がいたの。結婚しているんだけど、やたらと距離が近いのよね。私はあんまり気にしなかったんだけど、後で週刊誌の人が来て、その時の写真をフリースクープとして載せるって言うの。びっくりでしょ。それってはめられたって、そう思った。きっと私のことをよく思ってない事務所の人か誰かでしょうね。誰が悪いとか誰がグルだとか、そんなことはどうでもよかった。仲間に裏切られた。ただそれだけ。そんなことがあったんですね。みんなさ、バカみたい、はしゃい、楽しそうで、なんだか昔の時のあの時の頃と同じ。ならまたもう一度頑張れそうな、そんな気がした。だからあんなことを言ったんですか。私って嫌な女でしょ。信用していないとか、人を寄せつけないとか。でもこうでもしないと。
あんなことになっちゃうんじゃないかなって。辛いことや悲しいことは誰の上にでも必ずやってきます。しかしあなたが一歩を踏み出せなければ何も変わりません。いつまでもこのままです。分かってはいるのよ。人は孤島ではない。全員がつながった大陸なのだ。あなたが何かを失えばそれと同様に見ず知らずの人も何かを失っている。昔の言葉です。私なりの解釈ですが、あなたたちは大丈夫です。聞いてたの？いや、その、なんだ、あれだ、あの、俺たちなら大丈夫だ。どういうこと？俺たちなら大丈夫。俺たちはみんな同じ方向を向いてるから。同じ方向？ほらほら、普通はよ、みんなあっち向いてたりこっち向いてたりしてっけどよ、ここにいるみんなは一つのことにしか向かってねえっていうことだよ、うん、それは賞金だとか主役とかそういうことでしょ。違います。ただいい舞台が作りたい、それだけです。いい舞台、結局さ楽しいんだよ。こうやって舞台作っていくの、芝居作っていくのがさ、最初はみんな全然違う目的で集まってきたけどな。でも今は違う。今はみんな同じ方向を向いて、ただいい舞台、いい芝居、いいものが作りたい。ただそれだけなんだ。そうです。綾辻さんが思っているような人は、ここにはいません。安心して一緒に頑張りましょう。生まれたところも環境も年齢も全然違うのに、一つのことに向かって進んでいます。もう今じゃ一つのことしか見えていません。だから大丈夫だって、仲間だってそう思えるんです。長く生きとるとね、いろんな人と出会うものよ。離れたりくっついたりしながら一つになっていくもの、それが仲間なんじゃないの？おお、ドラママなんかそれ名言じゃね。いいじゃん、今度もさ台本に入れようぜ。いいアイデアですね。ちょ だったらさ、あの時間もねえんだし、すぐに打ち合わせとかしねえといけない。場所、そうです、そう、決まれば飲み会ですね。場所どこにしてますか？さっきの店に戻ろうよ。戻ります。あ、待って、中村さん忘れてました。お切符にして、あ、戻りましょう。どうせおさん金払ってねえんだろ。お母さん、レイコさんは？え？な、行って。行きましょう、行きましょう。はい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 。お疲れ様です。岩本です。お疲れ様。あの子たち進みましたね。楽しみですか？もちろん。あの子たちなら大丈夫。さすがです。いや、伊達に長くはやってないからね。そうですね。ではこれで。君もお疲れ様。これから忙しくなるけど、よろしく頼むよ。はい、お任せください。
岩本でした。